阪神甲子園球場です。オランダ対ジャイニーズタイペイ、このゲームの模様をお送りいたします。オランダの先発は左のクライン、対するジャイニーズタイペイの先発は右のホアン・エンス。この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。左のクライン、マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターはチェン・ジェシェン。第9投げた、初球決まってストライク。第2球打ちました、三遊間のゴロ、スメーツ取った、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、ウードンロン。背番号61。第9投げた、外角低め、ボール。第2球投げた、2球目ストライク。投げました、打った、センター方向へ持っていきました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番、ジュー・イエシェン。第9投げました、初球引っ張った、取りました。これで3アウト。クライン、今日は無難な立ち上がりです。右のホアン・エンス、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、オランダ攻撃に入ります。先頭バッターはヤンセン。第2球投げました、ボール、内角低め。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、右中間へのフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、フォス。見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、ツーシーマーストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打った、ファール。さあ4球目、ボール。第5球投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。第9投げた、決まってストライク、いきなり154キロ。第2球打ちました。第3球は打った、打球は左中間に上がった、ヒット。スメーツ、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、スプリットはボール。第4球は打ちました、1・2塁間への当たり、破っていった、ボールは中継、デウィット、ナイスバッティングです。オランダ先制のチャンスを迎えます。まずは2塁牽制、2塁タッチセーフ、投げました、決まってストライク、いきなり152キロ。さあ、次の投球、インロー際どい球、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、打ちました、抜けた、レフトバックホーム、フークストラ、いいバッティングを見せました。オランダ、なおもチャンスが続きます。第2球投げました、ストライク。投球はこれから3球目、外れた、ボール。第4球を投げた、ストレートはボール、インローへ投げた、5球目ストライク。第6球をランナー自動的にスタートします、三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。オランダ三塁までランナーを進めましたが、先制点を挙げられませんでした。1回の裏が終わりまして0対0です。2回の表、ジャイニーズタイペイ攻撃に入ります。トップバッターはジャン・ジーハオ。第9投げた、インコース低め、ボール。
さあ次の投球、投げた、打った、ファールボール。投球は3球目、投げた、ボール、インコース高め。第4球を投げました、打ちました、スライディングキャッチ。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番、リン・リー。リン・リー背番号83。第9投げました、初球空振り。さあ次の投球、投げました、アウトコース高め、外れてボール。第3球を投げました、高めの球空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、打った、ファンドールン、ボールを取る、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番、リン・ホンユー。リン・ホンユー背番号。第9投げました、見送ってストライク。1球目ストライクから、第2球投げた、ストライク。投球は3球目、投げた、低め際どい、ボール。第4球を投げた、打ったに当たりだ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、リン・ホンユー、いいバッティングを見せました。オランダ先制のピンチを迎えます。チェン・ジュンシュ背番号。第9投げた、スプリットはボール、まずは低め。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました、フラフラッと上がった、キャッチャー落下点に入りました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。クライン、ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、オランダ攻撃に入ります。先頭バッターは打ちました、初球打ち、フラフラッと上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番、ファンドールン、投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。いきなり150キロ第2球投げました、内角低め、外れてボール。投球は3球目、投げました、流し打ち、チェン・ジュンシュ、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターはピッチャー、クライン。第9見送ってストライク。第2球、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、打ちました、セカンドの左、ウードンロン掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。フォアン、エンス、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表、チャイニーズタイペイ攻撃に入ります。この回のトップバッターはジャン・クンユー。第9投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。第2球、低めの球空振り。第3球を投げた、低めボール球打った、内野ゴロ、ファンドールン、ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー、フォアン・エンス。ファン・エンス第9投げた、ストライク。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、スプリット、空振り三振。クライン、ナイスピッチング。打順をトップに返って、チェン・ジェシェン。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げました、ボール、外角へ。第3球は打った、痛烈な当たり、破っていった、チェン・ジェシェン、ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第2球投げました、アウトローへ、ストライク。もう追い込んでいます。投球はこれから3球目、打った、ファール。
一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球を投げました。アウトロー際どい球ボール。次は5球目打ちました。一二塁間のゴロ、ファンドールン取った、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナーチェン・ジェシェン残塁に終わりました。3回の表が終わって0対0です。オランダこの回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターはヤンセン。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げた、打ちました。引っ掛けた、サード前方のフライになりました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番フォス。投げた、初球見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げた、直球ストライク、アウトローへ。バッター追い込まれました。追い込んで第3球を変化球、空振り三振。フォス全くタイミングが合いません。投げた、初球を打ちました。センター前進、掴んでこれで3アウトになります。オランダ打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。序盤終了しまして0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは10イエシェン。ボール、まずは内角低め。第2球投げた、ストライク。投球はこれから3球目打ちました。センター前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ジャン・ジーハン。第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。外角高め見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました。追い込んでから投げました。インハイ、ストレートは外れてボール。さあ6球目投げました、打ちました。ファールボール。第7球は打った、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。右のバッターボックスは5番ビン・リー。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。初球ストライクから投げた、打った、流し打ち、ファール。第3球を投げた、打った。第4球はバッターの足元。第5球投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。クライン、最後は見逃し三振に仕留めました。4回の表が終わって0対0です。4回の裏、オランダ攻撃に入ります。トップバッターはデビット。第2球投げた、2球目空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました。ファールボール。投球これから4球目、危ない球。第5球投げました、ボール。次は6球目投げました、アウトロー。スプリット外れてボール。第7球を投げました、打ちました。三遊間の当たり、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番フークストラ。投げました、外れた、ボール。第2球見送ってストライク。第3球を投げました、見送ってボール。投げた、打った、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは6番ヘルマンス。今日の第1打席はスイングアウト。さあ次の投球、ツーシーム見送ってストライク。投球はこれから3球目、流し打ち、どうだ、ライトへ飛んだ、これはヒットになります。ヘルマンス、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。バッターは7番ブローム。第1打席は内野フライに倒れています。第9投げた、決まった、ストライク。少し迷ったか。
第2球投げた、ボール。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。投げた、3球目空振り。追い込んで第4球を打ちました。ショート右、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。オランダファーストランナー残塁。4回までが終了しまして0対0です。5回の表、ジャイアンツ台北攻撃に入ります。先頭バッターは林本雄。第2球決まった、ストライク。投げた、3球目ストライク。第4球を投げました、ボール。さあ5球目打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んで掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスにはチェン・ジュンシュ。第1打席はキャッチャーフライに倒れています。初球を打った、打球は三遊間へ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番ジャン・クンユー。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、ムービングファースト見送ってストライク。第3球はインコース高めいっぱい、ストライク。投球これから4球目、見逃し三振、低めいっぱいに決まった、クライン。最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって0対0です。5回の裏、オランダ攻撃に入ります。トップバッターはファンドールン。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第2球投げました、ストライク。アウトコース厳しいところ、早くも追い込まれています。第3球を投げました、ボール。第4球は打ちました、ジャン・クンユー。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターはピッチャークライン。第1球インハイギリギリいっぱい、ストライク。まずは見送りました。さあ次の投球、ストライク。上田また厳しいところでした。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、投げました、打ちました、ファール。投球これから5球目、空振り三振。最後は150キロストレート。バッターはトップに帰ってヤンセン。今日はセンターフライとサードフライ。第2球投げた、打った、右中間へのフライですが取って、これで3アウトチェンジ。オランダわずか3人で攻撃が終わりました。5回までが終了しまして0対0です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはピッチャーホアン・エンス。見送ってストライク。第2球ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。追い込んでいます。投球これから4球目、スプリット、空振り三振、2者連続三振。打順は1番に帰ってチェン・ジェシェン。ムービングファースト見送ってストライク。第2球投げた、2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、打った、ファースト右へのゴロ。フークストラ、そのままベースを踏んでアウト。バッターは2番ウー・ドンロン。今日はセンターフライとセカンドゴロ。初球から打ってった、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが取りました。これで3アウト。オランダ後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって0対0です。オランダこの回は2番からの好打順。先頭バッターはフォス。打ちました、初球打ち、センターへ上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番スメーツ。速球ストライク高め。第2球投げた、ボール。第3球打った、切れていきます、ファール。投げました、スプリットはボール。次が5球目、投げました、ボール。
投球はこれから6球目。打ちました。リンリーボールを取る。サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番デビッド。これが3度目のバッターボックス。投げました。スライダー見送ってストライク。第2球投げました。2球目ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました。流し打ち、レフト前ヒット。ボールが点々と転がっている。ボールはセカンドへ。デウィットツーベース。オランダ先制のチャンスを迎えます。先ほどのプレーです。バッターは5番フークストラ。フークストラ、まずは二塁牽制。タッチはセーフ。二塁はセーフ。インハイ際どい球、ボール。投球これから2球目。2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、打ちました。第4球は打った、ファールボール。第5球投げた、打ちました。セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。オランダ流れを作ることができません。中盤まで終了しまして0対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターはジュー・イエシェン。今日はライトライナーとセンターフライ。第2球直球見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球アウトコース低め、ボール。第4球を投げた、打ちました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ジャン・ジエホ。今日はファールフライとレフトフライ。カットボール決まってストライク。投球これから2球目。インロー際どい球、ボール。第3球これは引っ掛けた、ヒット。ジャンジーハオナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは5番リン・リー。今日はセカンドゴロと三振、ボール。投げた、ムービングファースト空振り、タイミング合いません。第3球外角低め、外れてボール。第4球を投げた、ストレートはストライク。追い込んで第5球打った、いい当たりだ。センター前クリーンヒット。リン・リーいいバッティングを見せました。オランダ先制のピンチを迎えます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。オランダ外野は浅めの守備を取ります。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、ムービングファーストはボール。第4球を投げました、ボール。次は5球目打った、痛烈な当たり、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第1球投げました、変化球ストライク、アウトローへ。まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球見送ってボール。セカンドランナーちらっと見た、打ちました。サードこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。クラインやりました。オランダこのまま勢いをつけたいところ。7回の裏、オランダラッキーセブンの攻撃。トップバッターはヘルマンス、見送ってストライク。さあ次の投球アウトロー際どい球、ボール。
第3球を投げました。低め、スライダーは外れてボール。第4球を投げた、打った、キャッチャー落下点、バックネットの前でボールを掴みました。バッターは7番ブローム。今日はファーストフライとショートゴロ。初球空振り、148キロストレート。第2球投げた、インロー見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。打ちました、いい当たり、クリーンヒット。ブローム、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。ホアン・エンス降板、右のチェン・ホンウェン、今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。打ちました、セカンド左横のゴロ。ウー・ドンロン掴んだ、セカンドフォースアウト、セーフ、一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。第9投げた、完全に外れた、ボール。さあ次の投球、ストレート見送ってストライク。第3球は打った、流し打ち、ファール。追い込んでから第4球を外角高め、見逃し三振。7回までが終了しまして0対0、オランダラッキーセブンは無得点で終わりました。8回の表、ジャイニーズ台北攻撃に入ります。先頭バッターはジャン・クンユー、今日はセカンドゴロと三振。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、低め見送ってストライク。投げました、打ったいい当たりだ、センターへの打球掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打ワン・ウェイチェン。第9投げました、初球を打ちました、ピッチャー横のフライになりました。取りました、これで2アウト、ランナーありません。打順をトップに帰ってチェン・ジェシェン、今日はここまで3打数1安打。投球これから2球目、スプリットはボール、アウトコース高め。投球は3球目、投げました、打ちました、取ってアウト、3アウトチェンジ。クライン3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって0対0です。チェン・ホンウェン降板、右のワン・ユエリン、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げました、初球を打った、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは2番フォス、これが4度目のバッターボックス。第2球ボール。第3球外れた、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。投げた、ここは選んでフォアボール。バッターは3番スメーツ、今日4度目のバッターボックス。投げた、初球から打ってった、レフト前ヒット、レフトからサードへ、スメーツ、いいバッティングを見せました。オランダ先制のチャンスを迎えます。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント、ジャイニーズ台北、外野は浅めの守備を取ります。第2球投げた、変化球ストライク、外角高め、二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ、投げた、スライダーボール。第4球はストライク。投球これから5球目、流し打ち、どうだ、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げた、アウトロー、ボール。投げました、打ちました、ボールはライナーで右中間へ、ヒット、打球が転がっている、センターからサードへ。ついにこの試合初の得点が入りました。1対0、オランダやりました。これで勢いがつきそうです。
今の先制の場面リプレイでご覧ください。今日は安打を放っています。バッターのフークストラ、外角ボール。投球これから2球目。危ない球。第3球を投げました。アウトロー空振り。少し迷ったか。第4球を投げました。打った、ショート左横のフライになりました。掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。膝元ボール。さあ次の投球、引っ張った、ファール。第3球を投げました。ボール。投げました。打った、痛烈な当たり、センター前、クリーンヒット、センターバックホーム。ヘルマンス、ナイスバッティングです。オランダなおもチャンスが続いています。ワン・ユエリン降板。マウンド上ピッチャーはリャオ・イージュン。満塁の場面での登板です。期待しましょう。注目の投球です。初球カーブは空振り。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた、ボール。次は5球目、投げた、打ちました。切れていきます、ファール。投げた、打ちました、あっと引っ掛けた。リンリー交代、ファールボール。打った、ライト前進、掴んで、これで3アウトになります。8回までが終了しまして1対0、オランダここで先制点を挙げています。さあいよいよ最終回、トップバッターはウードンロン。オランダこのバッターだけは塁に出したくないところ。第2球、ムービングファーストはストライク。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、右中間へ上がった、ワンバウンドヒットになった。ウードンロン二塁も狙う。ウードンロンツーベースヒット、オランダ同点のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。クライン降板、そして最後は守護神のペーテルス。最終回1点差でマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。外れた、ボール。投げました、打ったに当たりだ、破った、ライトバックホーム。ジュー・ユイシェン、いいバッティングを見せました。オランダなおもピンチが続きます。さあこのゲーム最大の見せ場となりました。オランダここで前進守備を敷きます。打ちました、初球打ち、これまで通過、三塁ランナーホームイン。オランダ最終回で追いつかれました。1対1、チャイニーズタイペイ見事チャンスをものにしました。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。ランナー2人を置いて迎えるバッターはリンリー、ボール。第2球投げました、低めストライク。振り返って二塁牽制球。第3球を投げました、インロー際どい球、ボール。第4球を投げました、打った、これは強烈、入れば勝ち越しだ、伸びた、ライトレフター、大きな3ランホームラン、ライト3塁吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。ペーテルス、結局一つのアウトも取れずにマウンドを降りまして、マウンドに上がったのはスミット。今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。投げた、初球はストライク。投球これから2球目、
デビット取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番チェン・ジュンシュ。今日はここまで3打数ノーヒット。インロー、外れてボール。第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。投げた、打ちました、痛烈、右中間、一投、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、卓球アップ上にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。先ほどのプレーです。バッターは8番ジャン・クンユー。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、ストライク、アウトコース厳しい球でした。第2球投げた、低めいっぱい、ストライク、これで追い込みました。追い込んで投げた、ボール。第4球を投げました、高速シュート、空振り三振。バッターはピッチャー、ビャオイージュン。第9投げました、ナックルカーブ見送ってストライク。初球ストライクから投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、アウトコース低め、ナックルカーブ外れてボール。投球これから4球目、危ない球。さあ投球は5球目、投げました、内角低め、空振り三振。9回の表が終わって5対1、オランダ4点をリードされています。さあここは守備を変えてくるようです。9回の裏、4点を追いかけます。オランダ攻撃に入ります。先頭バッターはファンドールン。第2球投げた、流し打ち、チェン・ジュンシュ、ボールを掴んだ、一塁送球、ビャオイージュン取ってアウト。ピンチヒッターはディアング。第9投げた、スプリット見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、レフト前に出る、レフト取りました。ここは意地を見せてほしい。バッターはトップに帰ってヤンセン。オランダ最後のバッターになるのか。第2球直球ストライク、インローへ。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、センターフライ、飛距離は出ていません。センター取りました、試合終了。オランダ敗れました。さて本日のヒーローはホアン・エンス。無失点の好投を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように5対1、オランダ残念ながら敗れました。勝利投手はビャオ・イージュン、敗戦投手はペーテルス。オランダ今日のゲームは残念な結果となりました。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。